海こそ海、ひこもりには海は関係ねえんだ。ちなみに誰だったんだろう。なんかMC でさ、俺人のリハ見てるときに現地の席座ってたんだけど、結局誰が座ってたんだろう。俺が座ってた席、リハを見るときに、ねえ、壇上に登ればそこで踊ってる俺をぶん殴れるわけだから、それを伝えた意味でもリハの時に実はそっち座ってたよっていうのを伝えたかったんだよな。うわ、言えばよかった。 MC でバースデーライブからの成長エグすぎた。まあ確かにあれを見てる人はビビたる成長を感じ取れたかもしれない。河川が褒めてたぞなあ。河川挨拶したのに、挨拶したって言ったらなんかあったみたいだけど、あれだな、1階席、4階席、3階席で2階席でエイスオイスしたからな。バク転のモチベはないです。無理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 。てっ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 てスーパーチャットありがとうございます。スーパーチャットありがとうございます。てか何、俺なんかめちゃくちゃ練習したとかないんだけど、こんななんか進化したみたいな言われんの。新 3D 衣装についての感想を聞かせて。俺が俺の感想。まあ来て、来て、な、なんだろうね。スーパーチャットありがとうございます。ガチ神やった、ごちそうさまです。礼儀正しいのか、ごちそうさまって。いやでも衣装やっぱ気合入るよね。あの衣装着るとおしこれからやるぞっていうのはあるけど、なんだろうね。もうね、でもなんかカナエとついに見えたよね。まあ白だいたい黒いからみんなついに見えるんだけど、うん、別に合わせたわけじゃないのについに見えたのが個人的には熱かった。どっちもさ、メジャーレーベルみたいなノリでねえ、道は同じなように見えてちょっと違うから、やっぱスーパーチャットありがとうございます。興奮して拍手しすぎてクザのリングライトぶっ壊れちゃったプリ。うざ、そのスタンプ。ちょっと待って、自分に向けられるとこんなうざいのプリって。大事じゃない、俺プリプリすんな、お前らプリプリすんな。スーパーチャットありがとうございます。本当に申し訳ないけど、正直クザに対する気持ちが薄れてて、ライブ現地も会場入った時もそこまで前みたいにドキドキしなくて、どうしよう、このままクザ見ても前みたいに楽しめないかもしれないと思ってたのに、クズハのパート始まって死ぬほど興奮して感動して引き戻された。最高でした。クズハの ATM に戻ります。やべえ、危ねえ危ねえ、やば、危ねえ、危な、大事やんライブ。あぶねえ、うん、いやまあ刺激はやっぱね必要よ。風化するからね、何でもかんでも。一生同じもの見てるってある？だって一生プリキュア好きでしたか、あなたたち。俺がプリキュアって話じゃなくてね、一生仮面ライダー好きでしたか。うん、当然やっぱね風化します。それはキングからゴッドに進化してたな。キングにすらなってねえのよ別に。やめて、マジでやめて。プリキュアチュキ。スーパーチャットありがとうございます。まあでもメロチン先生の指導でやっぱ身振り手振りもね、なんかね癖みたいなものをやっぱメロチン先生との練習で見抜かれて、
まだやっぱね、ライブ中はその癖抜けなかったんだけど、だんだんやっぱ直していける。プリキュアじゃねえよ。いや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 。